んな風にして5段階にカバーが分かれているので、その平坦さとかですねに応じてアシストを変えれるので、その辺はなんかいじってて面白いっていうんですかね、結構、操作しがいがあるというか、ちょっとこうハリアとは違った感覚になりますね。こういうところではもう今5段階のうちの4にしました。これでいかに早くこういう道を走るかというよりも、なんかアクロポダリングかな、私にとっては。怖いな、あんなのが自転車に乗ってかかったら。本当にね、突然変な凹凸が出てきたりするので、マウンテンバイクパークと比べるとね、やっぱりこう一般の林道というのはリスクが大きいですね。今アシスト3でね走っています。まあでもこうハリアと比べるとやっぱりこうモーターに対するね、モーターにかかるその衝撃の負担、そういうのをねあまり気にしなくていいから、その辺はいいかなと思ってますね。この辺からきついんだ。なんかここはあまり行きたい気持ちない。さすだったら行くんだろうな。ハードテイロはやっぱり技術というよりも怪我が怖い。まあお金があったらいいじゃなくて、普通のフルサスのマウンテンが欲しいな。いいですね、こうやってすぐスッスッといけちゃいますね。まだやっぱりスリップタイヤじゃないからかな、全然こうスリップしないですね。よくまああんなスリップタイヤで行ったもんだ。ほっほっほっ、おおおおおおお、行く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 、おお素晴らしい。この辺ハリアだったら無理だったもんな。よいしょ、おお行った行った、すげえすげえ。これタイヤのおかげだな。この辺からどうだろう。ダメだった。よいしょ。でもハリアと全然違う。行ってくれるわ。
よいしょ。ふう。疲れ具合が違うな、これ。おう、こんなフルの5、グイグイ押してくれます。なので、4でも十分ですね。すごい。行く行く。なかなかすごいな。これは頼もしいわ。タイヤの効果と、あとはこのパワーだろうな。すごいわ。これも先輩ハリアじゃ全然無理だったので、ずーっと押していたコースなんですけど、これちょっとあとね、ちゃんと行ってくれますね。わーすごい、これは嬉しいな。わっ、わお、もう行っちゃった。買い物なしやな、これ。テンションもね、やっぱりハリアよりも結構いいので、ドドーンとね、衝撃あんまり感じないですね。ミラチになればアシストカバーが3ぐらいで十分という感じですね。言うんですよね。だから軽い運動がてらね、乗るのにこういうとこ走るのはいいですよ、皆さん。おう、おう、いや、いや、よいしょ、よっこいしょ。もうここまで来た。前はもうこの辺もずーっと押してたから、もういつ着くんかなと思いながらやってたんですけど、ううう、
ぱりサスペンションもね、結構へこみがいいので、腕にね衝撃があまり走らない感じです。とてもいいと思います。あかんかったね。この辺もね、なんかハリアだと前のサスペンションがですね、フロントサスペンションが硬くてね、結構こう肩とかにね負担がかかって痛かったりしたんですけど、これはそういうのがないですね。ブレーキがちょっと弱いんですよね、これ。キュッと止まってくれないんです。ちょっと怖いんですね。坂道が。ああ、もう蜘蛛の巣が鬱陶しいな。いいですね、本当に。これでフルサスだったらもう本当。わ、登りきれるかな。思いっきりこれ飛んでるよね、マウンテンバイク。おお、いったいった、すごい。これハリアだった、絶対無理だった。タイヤのおかげなのか、パワーのおかげなのか。ね、すごいすごい。
の積んでないさ。わお。大失敗だったな。まあでもこういう砂利の道でも、ほぼ肩とか手首にストレスを感じない程度の、こうリスサスペンションのね力はありますね。着いた。よかった。Thank you.
乗ってみた全体的な印象ですけども、やはりダウンヒルのような道には向いていない、バイクだったと思います。そしてこの、リアブレーキなんですけども、カチッと閉まってくれないですね。その辺がちょっと急な坂を降りるときにちょっとこう不安材料になるかなと思っています。あの油圧ディスクが初めてなので、もしあのきつく締める方法があれば、したいなと思っています。このメーターですけど、5段階であのアシストの力を変えれるっていうのはね、操作していてかなり楽しかったですし、かつあの実用的でした。この辺はとても良かったと思います。そしてこの、ブロックタイヤですけど、やはりね全然違いました。スリックタイヤと違ってしっかりと地面を捉えてくれました。またあのパワーのアシストですね、スピード、25キロまで本当にねすぐ行ってくれました。全然問題なかったです。総合的に言うと、まあとてもいい乗り物、バランス、値段的にもデザイン的にも、実用的にもバランスの取れたいいバイクじゃないかなと思っています。先ほども言いましたように、クロスタイプのタイヤのこのタジエテとか、ファットタイヤのタジエテとか、一応3通りデザインがあるみたいなんですが、私はやっぱりこういろんなシチュエーションに使えるものという点で、この、普通のサイズのね、マウンテンバイクとしての普通のサイズのタイヤが一番いいかなと思っています。まあ、とてもいい乗り物なので、ぜひ皆さんも購入を考えてみてください。